サイバーエージェント松本俊介さん、内田達也さんで VOD における UI デザインとトレンドです。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。ではビデオオンデマンドのサービスにおける UI デザインとトレンドについて、2人からお話しさせていただきます。まず自己紹介なんですが、私サイバーエージェントの松本俊介と申します。2015年に新卒入社しまして、同年にアベマ TV がちょうど2015年に開発をスタートしたので、そこに出向しまして、それからずっと5年間アベマ TV に、コミットしております。同じくサイバーエージェントの内田と申します。2013年に新卒入社していろいろやってたんですけど、松本と同じアベマ TV 時期に同じアベマ TV に参加して、でちょっと実は一回退社して個人でゲームを作ったというのをやって、でまた 1年前ぐらいにまたサイバーエージェントに入社して新規を今やらさせていただいてます。はい、では今日はこのような内容をお話しさせていただくんですが、VOD サービスについての概要をまずお話しさせていただいて、 UI についてと、その機能だったり活用だったりというところを、話します。でまず最初に、私が携わっているアベマ TV とはというところを説明させていただくんですが、先ほど3分の1ぐらいの4分の1ぐらいの方が使っていただいてたと思うんですが、アベマ TV は無料で楽しめるインターネットテレビ局というような打ち出しをしております。リニア配信とオンデマンド配信っていう2つのその配信形態のハイブリッドとなるサービスなんですが、リニアっていうのはいわゆる地上波のテレビのような番組が編成されて放送されて、ユーザーはその時に見たその時点の映像を楽しむというようなもので、オンデマンドっていうのは本当にさっきのネットフリックスだったり Hulu だったりっていうように、好きな時に好きなものを探して見るということができるサービスのことです。アベマ TV はそれをどっちもやっています。アベマ TV のコンテンツなんですが、2019年昨年を振り返りますと、何かあったらすぐアベマというようなその速報ニュースが非常に反響をいただいておりまして、山里さんと蒼井優さんの結婚会見だったりとか、それこそ災害系の速報ニュースだったりとか、そういうものがすごく、反響をいただいて、非常にたくさんの人に見られております。またオリジナルコンテンツにも非常に手を入れておりまして、オオカミちゃんには騙されないというオオカミくんシリーズっていうのが今すごい人気なんですけど、女子高生とか10代の、若い、女性の方にを中心にすごく人気で、かなりそのオオカミくんシリーズっていう認知率が、とても高いものになっています。でアプリのダウンロード数なんですが、2016年に、開局、リリースしまして、そこから4年ぐらい経ちまして、4500万ダウンロードいっています。でユーザー数っていうところなんですが、 WAU っていう指標がアベマ TV は大きく掲げて目指しておりまして、今、当初目標としていて、目標としていた1000万っていうところに近づいております。 WAU っていうのはウィークリーアクティブユーザーで、1週間のうちに訪れたユーザーのことを指しています。で男性と女性、大体半々ぐらいの方が見てくれていまして、主に若い人を中心に見てくださっています。で先ほどまさにこのグラフのとちょっと見づらいんですけど、競合とのユーザー数の比較なんですけど、先ほど の手を挙げていただいたのとほとんど同じで、Amazon プライムビデオがすごく多くて、でその次に、GAO、TVer って、 Netflix がちょっと上から7つ目ぐらいなんですけど、でその後に、ダゾーンとかビデオパスとか来ています。でアベマ TV っていうのはこの中でいうとユーザー数でいうと一番多いです。で何でかっていうと、ネットフリックスとかって有料サービスなんですけど、アベマ TV は無料でも使えるので、ユーザー数の多さでは一応今は勝っています。でアベマ TV のビジネスモデルは、広告収入と課金収入と、あと放送外収益って言って、ギフティング機能があるんですけど、いわゆる投げ銭と呼ばれる機能だったりとか、ライブコマース、いわゆるテレビショッピングのようなもので収益を上げております。で2016年リリース当初ってアベマ TV は実は横 UI しかなくて、
立てて見ることはできなかったんですけど、当時弊社の藤田社長と我々の中で目指していたものが、テレビのような、本当に地上波のテレビのような受け身視聴であること、でそれが目新しい UI でシンプルでスタイリッシュであることを目指すっていう中で、一番動画がギリギリまで大きく、見える状態でザッピングできるっていう、横にスワイプしてチャンネルを切り替えられるっていうのを目指すと横 UI にたどり着いたというものが実はありました。でその後コンセプトが世に浸透した時点で縦 UI にも担当しました、対応しました。で次 VOD サービスとはっていうところを軽くお話しさせていただくんですが、公開済みの映画だったり放送済みの、テレビ番組だったり、そのようなものを好きな時に見れるというのが、VOD サービスとなっておりまして、これは本当に一部なんですけど、このようなサービス皆さんご存知だと思うんですけど、このようなサービスが、日本国内でも非常に人気のものになっております。これ先ほどの、ユーザーの比率ですね。で VOD のサービス形態に、結構いろんな種類がありまして、これが全部ではないんですけど、AVOD というものが、アドバタイジングビデオオンデマンド、これは広告の、収益でユーザーが無料でサービス、を視聴できるというものなんですけど、YouTube とか動画を見る前に5秒とか15秒の広告が挟まれると思うんですけど、それがこのような AVOD というような形態となっております。 AbemaTV もこれをしています。で次の SVOD がサブスクリプションで、いわゆる定額配信、定額で月額900円とか、Amazon プライムはもっと安くて500円ぐらいですけど、そのような、定額料金を支払うことでサービスを使用できる。で最後の TVOD、トランザクショナルビデオデマンドっていうんですけど、これはいわゆるレンタルです。Amazon プライムだったり iTunes ビデオとか iTunes ムービーとかでやってるんですけど、400円で、1週間見れますよとか、そういうようなレンタル機能のことです。先ほど挙げたサービスだとこのようなことになってるんですけど、AbemaTV は AVOD 広告と定額のサブスクリプションどっちもやってるので、どっちにもいて、 TVer と GAO は AVOD しかやっていません。プライムビデオは逆に S と T、 サブスクリプションもできるし、レンタルで借りることもできるというような感じになってます。でこの中の AVOD の広告について最近の話題になっていったものをちょっと紹介するんですけど、動画内にバーチャル広告を自然に合成する技術っていうのがありまして、それがすごかったのでちょっと見ていただきたいんですが、ちょっとすみません、この動画の中に広告を合成しちゃうんです。これすごい技術だなと思ったんですけど、これがもしできれば、先ほど言った動画前に挟まれる5秒とか15秒の広告がもしかしたらいらなくなるかもしれない。これが広告として成立すればですけど、でもしそうなったらユーザーはその、見たい動画を見る前に広告を見なくてもいいようになるし、企業側もこれによってコンテンツをあまり阻害することなく広告の収益を上げられるので、これはすごい技術で、なんかこれが世に浸透してほしいなって僕は強く思ったんですけど、このようなものがあるみたいです。テンセントの方で何か導入してるかなんだかっていう記事が最近出ていました。はい、はい、では次お願いします。はい、ではちょっとここだけ、ここは自分が喋ります。逆に VOD に見せないリニアのサービスとはというのを少し喋りたいと思います。でここで言うリニアというのは、先ほど松本も少し話してたんですけど、テレビ放送のように止めたりとか巻き戻しできないっていう動画のことですね。で最初 AbemaTV はこのリニアっていうのが主軸でした。で特にニュースとかスポーツとかそういうのは生放送で見るので、これが AbemaTV の強みでもありました。で収録済みの番組っていうのもテレビと同じようにリニアで配信されて、例えばラピュタのバルス祭りみたいなやつが起きたりとかしますね。でちょっと苦労話なんですけど、 AbemaTV を作った時にリニアに特化したサービスっていうのはあまりありませんでした。というか今でもそんなにないんですけども、でもしちょっと想像してもらいたいんですけど、 AbemaTV がないっていう世界で新しく動画サービスを作りましたってリリースしたら、ああネットリックスみたいなやつが出たのねとか思ってしまうと思うんですよ。でそう、普通に作ると結構 VOD とかっぽい感じになる、 YouTube みたいに、あこれを押せばいろいろ動画見れるのねみたいな
感じになると思うんですが、この VOD だと思ってこの ABEMATV を使うと、あ、止めれないんだとか、今のとこもう一回見たいってなってもちょっと戻れなくて、結構そこがストレスになるというのがありました。で、それをなんとかそのテレビだということを伝えるということを UI に入れようと思いまして、そのテレビと同じように電源をつけたらすぐに再生されるとか、しかもいろんなチャンネルがそこにあるっていうことが分かるようにしたいとか、あとテレビ欄、番組表も結構迷ったんですけど、テレビ欄と同じようなグラフィック UI で一応入れることによってテレビだということを伝えるというのをやりました。はい、はい、ではこれからの UI についていろいろ話すんですが、 VOD サービスってすごく UI が似ているなと思ったことある方も多いと思います。で、横スクロール UI についてって言ってるんですけど、一旦各 VOD サービスのホーム画面のスクリーンショットを並べてみました。こちらなんですけど、 ABEMATV、Netflix、Hulu、Amazon プライム、ディズニーとかいろいろ10サービス並べてみたんですけど、どれも非常に似ていると思います。そのコンテンツの画像がこの横に並んでいて、ユーザーこうで横でスクロールできて、それが、積まれている、縦に積まれている。でユーザーは縦にスクロールしながら気になった、軸を横スクロールでちょっと深掘って見てみるというような、UI が非常に多くの VOD サービスで採用されています。なんでこんなに、ね、似通っているんだろうっていうふうに僕も思ってましたし、ユーザーの方も思っているとは思うんですが、実はABEMATV、我々もいろんなパターンを、UI のレイアウトはいろんなパターンを試してみたんですけど、いろいろ AB テストだったり、そういうものを検証を繰り返していくうちに、一番良かったのがこの横スクロール UI だったんですね。で、その UI の AB テストをした、例の一部なんですけど、例えば横スクロールをやめて3カラムにして縦にバーッと積んでみたりとか、件数を減らして、そのまま縦のスクロールでずらーっと写真のアルバムを見れるようにしてみたりとか、今の横スクロール UI を試してみたりとか、いろいろやったんですけど、一番そのユーザーが視聴が活発に行われているのがさっきの横スクロール UI だったんですね。で、それなんでかっていうのが、一応その我々の考察、仮説と考察としては、特集だったりグルーピングっていう軸で縦に並べた方がユーザー探しやすいんだろうなというところにたどり着きました。例えば、ABEMATV だと、恋愛リアリティがすごい人気なんですけど、おすすめの恋愛リアリティ特集とかで恋愛リアリティの番組こうやって横に並んでて、その下は、今人気のアニメとかで、そういうような運営側がグルーピングしたものの軸が縦に並んでいて、その軸をずらーっと縦スクロールで見れて、気になったら横スクロールで深掘るっていうのが、おそらくユーザー探しやすいんだろうなと。で、これNetflix も実は先ほどの ABEMATV のような AB テストを実は ABEMATV と同時期にやっておりまして、いろんなNetflix もいろんな UI 試していたんですけど、結局今の横スクロール UI にたどり着いているので、おそらく各社も同じ道をたどっているのではないかと思っています。はい、VOD サービス、先ほどのスクショありましたが、ダークテーマが多いですよね。主にダークテーマの主要のサービスを並べてみました。だいたい黒背景、これもなん、でかっていうと、いろいろ理由はあるんですけど、暗い背景の方が動画やビジュアルが映えるよねっていうものがあります。昨今だと、Android や iOS のガイドラインでダークモードというものが新しい OS に採用されましたが、ダークモードと、ライトモードを切り替えられるような、でそれはアクセシビリティの観点だったりいろんな観点があるんですが、そういうダークモード、ライトモードみたいなのが登場するずっと前から VOD サービスだったり、あとゲームもなんですけど、エンタメ系のサービスでダークテーマを採用しているアプリケーションが多かったです。で、色彩的な理由からいくと、寝室色、交代色っていうのに理由が一つあるかもしれません。で、黒色と白色の場合、黒色の方が交代色なので、相対的に画像とか、動画だったりっていうのが
やっぱり浮き出て見えるので、それをコンテンツがいわゆる映えるというような感覚を持ちやすいので、多くのデザイナーはダークテーマを自然と採用されてしていくのではないのかと思っています。この進出色後退色っていうのをその論理的に考えてなくても、割とデザイナーは自然と黒いダークテーマの方を多分選ぶんだろうなと、そういうことを考えていました。ただ逆にテキストに関して言いますと、とある文字テキストに関するそういうような研究結果があったんですけど、これは、感覚的にも分かると思うんですけど、白い背景の上に黒い文字の方が読む速度が速くて、見る読む人が誤字脱字を見つけやすかった、いわゆるその文字を読む可読性が高いということや、文字を読むことのパフォーマンスが高いっていうのが、このような白い背景の上に黒い文字だったんですけど、でこれのその研究の一部に瞳孔の開き方に原因があって、それが視認性に影響をもたらしているかもというようなことでした。ただ VOD サービス、我々みたいなサービスはテキストがメインではなくて、あくまでも画像や動画そのものが主役となっておりますので、このようなことを考慮しなくていいわけではないんですけど、ここにそんなに重きを置かなくても良いというような事実があります。またさっきの色の色彩的な理由以外で言うと、視聴者の環境面というのがあるんですが、例えば映画館って、当たり前ですけど部屋が暗くて、でスクリーンがパッと光っている、あとは家で、テレビを映画を見るときに部屋を暗くして見る人も結構多いんじゃないかなと思うんですけど、それの理由としては、部屋を暗くしてそのいろんなノイズを少なくしてテレビとか映画のスクリーンだけに集中しようとする感覚からそうすると思うんですが、アプリに関しても、モバイルアプリだったり PC だったりっていうのにも同じようなストーリーは言えると思います。で、VOD サービスっていうのは、他の、これはスマホアプリの話ですけど、他のアプリと比べて遅い時間帯に利用される傾向があるようです。Twitter とか、例えば Instagram っていうのは、日中にも多く見られるんですが、動画サービスっていうのは割と集中して時間を取らなきゃいけないので、大体寝る前に見たりとか、あと部屋を暗くしてベッドの上で転がってみたりとか、そのような使い方が多いです。で、そういう時に画面が暗い方がよりコンテンツに集中できるんですね。白い画面だと結構画面が眩しかったりとか、そのようなちょっと集中を妨げる要因にもなってしまうので、このような理由でダークテーマが採用されて、多く採用されているのではないでしょうか。また次、プレイヤーコントロールの UI についてお話しさせていただきます。これがちょっと画面が暗くて見づらいんですが、Hulu と Netflix と Amazon プライムのスクショを並べてみました。で、これ結論から言うと、今ほとんどのプレイヤーのコントロールは、これも似通っています。ただ、実は数年前までは結構いろんなことが統一されてなくて、ユーザーもそこに対して不便に思っている方も多かったとは思います。で、微妙に統一されてなかった点っていうのが、その例えば例なんですけど、飼育時のプレビュー、飼育時のプレビューっていうのは動画コントロールしてビーって動かすじゃないですか。その時にその動かす地点のプレビューがサムネイルでよく出ると思うんですけど、それのことで、それがそのこうやってビーって触ってる時にミニサムネイルで出ているようなもの、これがまさにそうですね。これミニサムネイルで飼育プレビューが出ているものだったり、プレイヤーそのもの、動画そのものが飼育時にそもそもプレビューを兼ねているというようなUI があったりしました。これは本当にサービスによって当時は様々でした。また飼育時の、プレイヤー動画自体なんですけど、飼育時に後ろの動画が一時停止されるものだったり、それ再生し続けて飼育は動画を見ながら飼育できるっていうようなものが統一されてなかったり、あと飼育コントロールの時間なんですけど、ちょっと見せないんですけど、こういうところに、10分とか15秒みたいな時間が表示されていると思うんですが、それが経過時間を表示されていたり、また別のアプリでは残り時間を表示していたり、でこういうものがすごく様々で、アベマ TV も、
VOD 機能を搭載するときにどういうプレイヤー仕様にしようかなっていうのは非常に悩んだ覚えがあります。またシークコントロール、プレイヤーコントロール系でいうとダブルタップスキップっていう YouTube が始めた、おそらく YouTube が始めたであろう機能があるんですけど、プレイヤー上をダブルスキップす、ダブルタップすると10秒スキップして、シークバーをいじることなく動画をコントロールできるというような機能です。これはおそらく2017年初めの頃に YouTube が導入しまして、2018年以降他の VOD サービスも導入を始めています。Netflix も割と早めにこの10秒スキップ、ダブルタップスキップを搭載しまして、 ABEMATV も iOS アプリでのみ去年対応しております。ちなみにダブルタップスキップ日常的に使用している方っていらっしゃいますか？4分の1、 30% ぐらいいらっしゃいますね。やっぱりこのもともとこんな概念がまあそんな5年前、6年前からあったわけではないので、まだそこまでめちゃくちゃ浸透してるわけではないとは思うんですけど、これかなり今後普遍的なみんなが知っている機能、みんなが知っている使い方っていうふうになっていくのではないかなと思っています。また倍速機能っていうののニーズもすごい高まっていまして、ユーザーっていうのはもう今 VOD サービス、動画サービスがもう乱立している中で、コンテンツの消費速度、消費効率を上げていこうっていう、上げたいって思うユーザーの需要の高さが非常に高まっています。で、ABEMATV も、倍速 1.3 倍、1.5 倍とかできるんですけど、 YouTube とかもっと細かくて、0.25 から2倍まで選べたりとかします。これの左の方が YouTube で、奥のが ABEMATV なんですけど、で、そのアメリカのなんか医科大学でのなんか研究というかレポートがあったんですけど、今アメリカのその医科大学の大学生がほとんど講義に出席しないっていう現象が起きているらしくて、それがなんでかっていうと、講義に出席しない代わりに自宅で講義動画がオンラインで見れるっていうような環境が整っているかららしくて、で、この講義動画を視聴するときに、まあ、想像したらまあそれはそうだよなとは思うんですけど、再生速度を2倍速にする学生さんがすごく多かったというような研究結果が出ているそうです。で、これやっぱりそのリアルタイムで聞く講義のスピードっていうのは、まあ、遅かったり、まあ、その先生側が喋るのも結構間が空いたり、言葉の間が空いたりするので、やっぱりそれに集中力が持続しないというような、思いがあるのだと思います。で、2倍速にすることで集中力を維持しつつ、効率よく学習を進めることができるというような、これが本当にユーザーの、その根っこからの感覚だと思うんですけど、そういうものが、いわゆる VOD サービスにも、どんどんそれを適用させていこうという流れが、最近あります。ただ、制作側からは反発があるところもあるみたいです。 Netflix が倍速機能を提供するしないみたいなテストを本当に最近ここ半年ぐらいでしてたらしいんですけど、ハリウッドの制作陣からはもう倍速機能とか本当にやめてくれみたいな、そういう声があったようで、やっぱりそのコンテンツを作ってる側っていうのは 1.2 倍にすらしてほしくないんですよね。そのちゃんとストーリーとか演者のセリフの言い回しだったりとか映像の美しさっていうのは、その本当に同じ倍速で見てほしい、そのためにそれをユーザーにそのまま届けるために作っているので、Netflix のような大きなそのサービスが倍速機能をつけたらなんかダメだよ、やめてくれよみたいな意見が多かったみたいです。ただまあその Netflix が反対、その倍速機能の導入反対されていますが、実際何年も前からもうテレビのそのレコーダーのプレイヤーとかは倍速機能がついてたわけで、まあユーザーはまあ、ビデオとか DVD ではそもそも倍速っていうのが楽しめたはずなんですけど、おそらく Netflix とスマホで倍速機能ができたらよりそれを使ってもらうことが増えてしまうので、それに対して制作陣はその危機感を覚えているのだろうなと思います。はいはい、ここまで結構 VOD の話をたくさんしてきたんですけど、ちょっと一旦区切って自分が縦型動画やストーリー UI についてという感じで
話していきたいと思います。でまずちょっとその歴史を見てみたいと思います。2012年にスナップチャットがリリースしました。これがその初期の UI です。スナップチャット皆さんご存知でしょうか。まあ写真を撮ってその誰か友人にその写真を送ると、友人はそれを1回だけ数秒間見ることができるというサービスなんですけど、まあ、これ、2012年に動画を送信する機能もそこに追加されました。でスナップチャット曰く縦型動画を使ったのは我々は初めてということをインタビューで言ってました。それまでは確かに正方形の動画とかが結構多かったイメージです。でその2013年にはスナップチャットが友達全員が見れるようなストーリーっていうのを、機能を追加しました。友達が全員が24時間だけ視聴可能っていうような機能ですね。でそれが2014年6月には個人間のメッセージングサービスよりも使われる主要機能になったようです。で、スナップチャットがんがん伸びてたので、いろんな会社に買収話を持ちかけられてたわけなんですけど、まあ、Facebook からもうちに来いよみたいな話があったみたいなんですけど、この結構 Snapchat の CEO は頑固で、いやお前らなんて超えてやるしみたいな感じでやっていたら、数年後に Instagram ストーリーズができるという、Instagram にストーリー機能がついて、まあ、完全なパクリですね。で、まあ、この辺まで来るとでも縦型動画というのはかなり、根付いているような感じになってます。でその1年前ぐらいには大量にライブストリーミングのサービスが出てました。これ左からミーアキャット、ペリスコープ17とかなんですけど、まあ、ミーアキャットが出た時はなかなかバズってまして、でその直後にこのペリスコープっていうのが出たんですけど、ペリスコープはツイッターに買収されましたね。で弊社もサイバーエージェントのタクスタというアプリをリリースしてるんですけど、それも1年ぐらいでクローズしてます。で一番左のミーアキャットももうクローズしてます。で今はやっぱりインスタライブ、インスタグラムの中のライブが主流な感じがしてます。で一番右の17っていうのは今結構伸びてて、後でも少し話します。でそういうのがあった中で満を持して2016年に TikTok というのがリリースされました。でアメリカでは2014年にミュージカリーというのがすごく人気であったんですけど、ミュージカリーというアプリのパクリが TikTok みたいな感じです。で2018年にはミュージカリーも TikTok にとマージされ統合されていきました。で実はミュージカリーアメリカですごい流行ってたんですけど、創業者というか会社自体は実は中国 で中国からアメリカですごい流行るアプリを作ったっていうのがなかなか珍しいというか異業でした。で、まあ、TikTok も中国の会社でその2つが合体したっていう感じですね。でちょっと UI の話をしようかなと思うんですけど、特に正直あんまり言うことはないんですけど、一つ言うのは、まあ、今更かもしれないんですけど、片手で使えるかという話があります。まあ、もちろん動画に限った話ではないんですが、スマホの大型化に伴って片手で使えるっていうことが結構重要になってます。で、まあ、これ見れば分かるんですけど、主要なボタンっていうのは基本的に下にありますね。で、まあ、もちろん右側にもあって、で人類の 90% は右利きらしいので、まあ、右にこの主要なボタンがあるという感じになってます。で基本的にはこの上まで指を伸ばさなくてもスクロールとかボタンを押すっていうのが使えるっていう感じになってます。でですね、誰かが自分こういう意見を見たことあったんですけど、人間の目は横についてるから動画は横の方が見やすいっていう意見があって、これ聞いた時に自分は確かにそうだなと思ったんですよ。で実際人間の視野角って上下よりも左右の方が広くて、動画を見るには横の方がいいんですよね。でも縦型動画っていうのは結構今 TikTok とか主流になっていったっていうのを考えると、まあ体験が良ければ、そういう動画自体が人間の体にフィットしてなくてもちゃんと生き残っていくとか主流になっていくんだなっていうのをちょっと思いました。はい。で投げ銭機能について、ちょっと投げ銭って言ってるんですけど、いろいろ言い方、チッピングとかギフティングとかあります。でこれ2つ種類がありまして、アイテム購入型とこのスーパーチャット型というのがあります。でこれアイテム購入型というのは、スタンプを購入してその配信者に送ると、配信者がありがとうっていうすごい、リアクションをくれると、それで結構配信者を俺が育ててやるぜみたいな感じで、どんどんそのお金を送るっていうか、そのギフトを送る
ものですね。で17とかショールームとか LINE ライブはこの形でやってます。で実は YouTube にもそういう機能がありまして、これスーパーチャット型な、スーパーチャットっていう機能なんですけど、あの自分のコメントをピン止めすることができます。で自分のコメントと同時にお金を払うと、その動画の下のところにその自分のアイコンが出て、そのお金かけた払ったお金に応じて何分間そこに表示されるかっていうのが決まるという感じになってます。あれボタンを押せば自分のコメントが見えるっていうサービス、あの機能です。これ YouTube 以外にも ABEMA TV も最近追加されております。でそういうあの投げ銭機能を提供している、あの機能を提供している会社によると、すごい今その投げ銭市場が伸びてるっていう話がありまして、まあ、2018年最後これでまだ今でも伸びてるんですけど、まあ、日本の市場でいうとショールームとかは2018年の時点でも45億円の売り上げがあると。で17も最近今晩伸びてて、今さ去年はもっとあったという感じになってます。でさらに中国では2019年時点で全体で580億円のなんか市場規模があるということで、結構これからのまだまだ伸びるのではないかという気がしております。はい。でちょっと一つまとめると、あのライブ動画の場合、ユーザーはあんまり動画を見てる感覚はないんじゃないかなと自分は思ってまして、まあ、17とか見てるとほとんど絵って変わらないんで、まあ、コメント中心に見たりとか、もしくはバックグラウンドで聞いてるだけっていう場合もあります。でまあやっぱり能動的に見てる場合っていうのはその没入感が高いので、その場の空気感みたいなのを結構楽しんでいるのではないかと思ってます。はい。ちょっと消えたサービスと生き残ったサービスというタイトルにしてるんですけど、覚えてますでしょうか。バインというサービスを、まあ、高校生中心にめちゃめちゃ人気だったサービスなんですけど、まあ、これが、まあインスタ風の動画 SNS で6秒以内の短い動画っていうのを投稿できました。で、まあ、これが流行った時言われてたのは、6秒しか撮れないとか140文字しか打てないツイッターとか、まあ、1回見たら消えるスナップチャットみたいな感じで、そういう制限があることによって投稿ハードルが下がるっていうことを言われてました。でこれもまあツイッターに買われてあんまりアップデートされなかったんですけど、このバインがクローズするときに、その CEO が絶対に自分のプロダクトを売るなってツイッターに吐き捨ててクローズしたという背景がありました。で自分結構思うんですけど、バインと TikTok って結構似てるなと思ってて、で、まあ、TikTok は何が違うかっていうと、振りが用意されてて投稿ハードルがさらに低下している。あと一瞬で人気者になるアグリコリズムっていうんですけど、まあ、おすすめのところに乗ればいいねがめちゃめちゃたくさんついて、それがその高校生たちの自己顕示欲につながっていると。あと膨大に広告を流して流行っているっていう感が、流行っている感が出ていたと。あとはバインと違って全画面動画という感じですね。で、次の話をちょっとしたいんですけど、 VOD サービスじゃなくても動画を有効活用しているということで、動画結構今いろんなサービスで使われてます。その例をちょっといくつか紹介したいと思います。まずマッチングなんですけど、人の雰囲気をより具体的に伝えるためにストーリー機能を持たせたようなアプリも今増加しています。で有名な Tinder とかもプロフィール部分に2秒間のループ動画を設定できるようになってたりします。あとは、まあ、よく見たことあると思うんですけど、レシピ系は例えばFacebook とか Instagram、YouTube っていうところにその動画を流して、そこから自社メディアにも呼び込んできたりとかしている形になってます。で、まあ、有名なデリッシュキッチンっていうのがあると思うんですけど、そのデリッシュキッチンの会社エブリーを立ち上げた人は、自分これを作るとき知ったんですけど、まあ、動画メディアっていうのはこれから来ると彼は思っていたので、動画を使ったアプリの中で何がいいかって考えたときに、当時 CM の 20% が食品関連だったらしくて、なので食品系がいけるんじゃないかということでデリッシュキッチンを作ったという話らしいです。あとはニュースということで、まあニュースはもともと動画にすごい相性が良くて、災害とあらゆる情報が動画でやっぱり分かりやすくなるということで、まあでもニュースピックス、この今映ってるやつの場合は結構時事ネタを扱うメディアという感じですね。
で、まあ、他にも LINE ニュースにも動画コーナーとかあるし、スマートニュースにも動画見れたりします。あとエンタメ等ということで、まあ、今まで動画再生機能がなかったようなアプリにも最近どんどん追加されつつあります。まあ、Pinterest とかもこういう動画のフィードができたりとか、あと、まあ、シャザム、音楽、今何の音楽が流れてるか調べるやつとか、で、ニットも結構動画に力を入れてるっぽいです。で、最後にちょっと、EC なんですけど、まあ、なんかアメリカでは EC サイトに動画を積極的に使っているらしいんですが、あんまり日本ではまだそこまで見ていないような気はしてます。で、これ、映ってるのはメルカリチャンネルっていうやつなんですけど、このメルカリチャンネルも数年前に、出たんですが、クローズしてますね。まあ、これはその配信者がこのシックスパッド用みたいな感じで、そのテレビショッピング的なことができるっていうやつなんですけど、まあ、アメリカ以外にも今 ABEMATV の中でもカエルアベマというのがあったりとか、あと YouTuber のマネジメントしてるウームとかもこういうのをやってるっぽいです。ちょっとこの辺の先行きはまだちょっとよくわからない感じですね。で、ちょっと自分は思うというか、I think という書いてあるんですけど、まあ、ジョン・マイダさんという人が昔言ってたんですけど、メディアは文字、画像、音声、動画と進化すると。で、まあ、昔、石碑からメディアっていうのが始まって、その新聞でその画像とか使えるようになって、ラジオで音声が使えるようになって、で、テレビ、動画が使えるようになったっていうふうに進化していったように、まあ、PC も最初コマンドラインっていう文字を打つところから始まって、画像、音声、動画と対応していきましたと。なので、スマホも、これからあんまり動画対応してなかったとしても、これから動画を対応していくのではないかというふうに考えています。はい、ここで交代です。はい、とテレビにも VOD サービスがついてくる時代、というのを話します。最近スマート TV、 スマートテレビっていう言葉が結構浸透してきたと思うんですけど、テレビでインターネットをいろんなアプリを使って楽しめる時代になっています。有名どころで言うと、Android TV、あとは、まあ、Fire TV というのがあって、Apple TV、あと上記以外の、Linux ベースと言われているテレビがある、スマートテレビがあるんですけど、例えば ABEMA TV で対応しているのが、まあ、この Android TV、Fire TV、Apple TV 以外で言うと、パナソニックのビエラ、だって東芝のレグザ、あと船井、三菱のリアルなどといったテレビの、最新機種というか、ここ、1、2年の機種で対応しております。で、 Android TV とか Fire TV っていうのが結構な ABEMA TV のユーザー数の中でも結構な量を占めていまして、ちょっとお聞きしたいんですけど、このようなテレビデバイスでのなんかアプリケーション、 VOD サービスを使っている方っていらっしゃいますか？やっぱ結構いますね。半分もいないけど 40% ぐらいはいそうですね。これ本当に最近どんどんユーザー数が増えていってまして、やっぱりその大画面で動画が見れるっていうのは非常に大きなアドバンテージとなっているんだなと思っています。あとちなみに ABEMA TV でいうと、いくつかのメーカーさんのテレビの最新機種には ABEMA TV ボタンっていうのが、物理ボタンがリモコンにデフォルトでついていまして、そのユーザーっていうか、そのテレビ使ってる人は普通に地上波のテレビを見てて、なんか他の見たいなーと思った時、 ABEMA TV ボタンをポチッと押すと、まあ、ABEMA TV が立ち上がるみたいな、そのようなメーカー、まあ、テレビがいくつか販売されておりますので、皆さんテレビを買い替える時はぜひそのようなリモコンを探してお買い求めいただけると非常に嬉しいです。テレビデバイスの、まあ、こんだけ増えてきたので、もちろんそのまま UI デザインする機会もどんどん増えていってます。で、私たちの ABEMA TV のUI デザインチームが、僕含めて7人いるんですけど、そのうち、7人のうち2人がテレビデバイスの担当をしています。で、テレビデバイスの特性としては、まあ、もちろんそのスマホみたいなタッチデバイスではなくて、まあ、マウスでの操作でもキーボード操作でもなくて、テレビのリモコン、まあ、Fire TV だったらFire TV スティックのちっちゃいリモコンがあったりするんですけど、まあ、リモコン操作っていうのがあります。あとはリモコン操作がゆえに文字入力のハードルは非常に高いです。あとは視聴距離が、スマホとかは今後の距離で言いますけど、テレビは2メートルぐらい離れるので、スマホと異なる可読性、いろいろ考えることがあります。
で我々がテレビデバイスならではの開発として、まあ、気をつけていること、まあ、様々あるんですけど、視聴距離が、スマホや PC と違ってかなり大きいです。そのため情報量に気をつけないといけません。でしかもユーザーによって距離も違えばテレビのサイズも違うし、なんなら見る角度すらも違う。ただスマホってこうやって持つので、例えば寝っ転がってもそのユーザーの目線とデバイス その角度は変わらないんですけど、テレビって動かせないので、ユーザーがソファーで寝っ転がって見てるとテレビは90度傾いて見えてるんですよね。あとは例えばですけど、キッチンで料理中にテレビをつけっぱで見ていたら、角度がこのぐらいで見てるみたいな、ほとんど斜め45度以上の角度で見てるみたいな、そのようないろんな環境があるので、スマホとか PC と同じように、まあ、こうやって文字をバーッと置いたら見てくれるだろうみたいな気持ちでやってると、ユーザーはほとんど読んでくれない、見づらいみたいな状況が起きてしまいます。またテレビデバイスの特徴が、一人で使用しているとは限らない。でスマホは1対1、パソコンはちょっと複数に使うこともありますけど、まあ、おそらく大体1対1なんですけど、テレビは家庭に一つなところが多いと思うので、ちっちゃい子供が使う場合もあれば、高齢者の方が使う場合もある。でそういう場合にすごくそういうことを気をつけて、常に頭の中に入れて開発していかないといけません。あとリモコン操作なので、スマホみたいに頻繁に操作したくないです。ユーザーはリモコンってカチカチって操作したら、そのまま握りしめてずっとテレビを見ているよりかは、机とかそこら辺にポンって置いて、こうやって腰を据えてみると思うんですけど、そういう場合にさまざまな操作を求めるようなインターフェースにしてしまうと、ユーザーはこうやってもリモコンをこうやって取って操作して置いてまた取ってみたいなことになってしまうので、そのリモコンの例えばクリック数タップ数っていうのはすごく気をつけないといけないですし、例えばユーザーが動画を見ていたんだとしたら、次の動画が見たければ自動で遷移して、くれるような UI にしたりとか、そのような工夫が、求められます。あとはつけっぱなしに、まあ、それとつながってくるんですけど、つけっぱなしにして見るユーザーが非常に多いので、つけっぱなしにした上でユーザーの操作は、なるべく求めない、そのような、考慮が必要です。で、これ最後になっちゃうんですけど、開発時のプロトタイピングについてお話しさせていただきます。アベマ TV を例にして話します。アベマ TV で使っているデザインツールが、現状、スケッチとアブストラクトとプロトパイというツールになっています。スケッチがいわゆるデザインのその感覚というか UI のその見た目を作るツールでして、それのバージョン管理にアブストラクトを使っています。で、その動かしてそのデザインのモックとして触ってみたい、プロトタイピングしてみたいという時に、我々はプロトパイというツールを使っています。あとスケッチの話で言うと、代わりとなる最近どんどん盛り上がっているのは Figma というツールがあるんですけど、あと X3 もあるんですけど、Avion TV は Figma も一時期導入を検討していろいろ検証してみたんですが、その検証当時の開発フローにはちょっと Figma 合わないねっていう話になって一旦見送っております。で、プロトパイ、プロトタイピングツールのプロトパイに関しては、2016年ぐらいまでは Pix8 というツールを使っていたんですが、Pix8 というツール非常に使いやすくていろんなことができてよかったんですけど、サービスがクローズしてしまったので、まあ、ほとんどそれと同じような機能を持っているプロトパイに乗り換えました。で、プロトパイというサービスなんですが、動画を扱える動画ファイルを扱うことができます。で、我々 VOD サービス、動画サービスの場合、プロトタイピングするときに動画を使えるっていうことは非常に大事な重要なポイントとなってまして、動画再生機能はもう必須だと考えています。で、さっき言った Pix8 も動画は使えるので非常に良かったサービスでした。あとはチーム内に、まあ、僕もそうなんですけど、動画編集ツールを扱えるメンバーが複数人いるので、たまにそのアフターエフェクツだったりとかでモックを作ることがあるんですけど、まあ、当然のごとく動画を作っていてはそれを触って検証することはできないので、やっぱりプロトタイプにはそこまで向いていないということで、プロトパイを、多く使っています。で、アベマ TV に関して言うと、
いろんな iOS、Android、Web、テレビデバイス、いろんなデバイスに対応してるんですが、2週間に1回ぐらい実はいろんな試作機能をリリースしてまして、それはもうずっと4年間5年間続けています。でその中で割とその動きが大事になってくる、その挙動を確認するプロトタイピングが必要性がある場合は、必ずプロトタイプを、まあ、こういうようなプロトタイプを使ったモックを作っていろいろ検証しているので、結構他の VOD サービスの開発チームもおそらくかなりプロトタイピングツールには力を入れてるんじゃないかなと思っています。はい、ではちょっともう最後になってしまうんですが、いろいろお話しさせていただいてるんですが、 VOD サービスの、まあ、UI だったりマネタイズの手段だったりっていうのは、一度多くのサービスでいろんな形で発散されて、いろいろ試行錯誤されて、結局ここ数年収束されて似通ってきたというものがすごく感じています。で僕はアビマ TV に携わっても5年ぐらいするんですけど、ずっとまあ、主に Twitter とかでいろんな VOD サービスのユーザーの声をずっと見てたんですけど、やっぱり本当にここ 1,2 年で急速にその Netflix とか Apple TV とか YouTube とかプレイヤーの仕様が違うから本当に困る、統一してほしいみたいな声を本当にこの 1,2 年で多く見るようになってきまして、まあ、これあくまで僕が見たあれなんで実際どうかわかんないですけど、やっぱり VOD サービスを複数使うユーザーがどん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 増えてきて、その場合ユーザーはそのいろいろ使い心地が変わると戸惑うので、みんな揃えてよっていう声が多くなったと思うんですよね。そこで各社開発チームは、まあ、それに気づいたのか、まあ、やっぱりだんだんその普遍的なものに寄っていくんだろうなというふうに思います。で世のトレンドと同時に、まあ、その発散と収束だったり変化と回帰っていうのは繰り返すんだろうなと思っています。そのどんどん普遍的なもので寛容的な UI だったり体験だったりっていうのを求めるようになると、もちろんそのユーザーの満足度は一定以上いくんですが、それ以上いくと逆に進化が生まれなくなってしまうので、そういうタイミングが訪れた時に、おそらく各社またそのタイミングに気づいた時にまた差別化をしようとか、そういうふうな努力をすると思うので、おそらくこれはずっと繰り返すんだろうなと。ただその確実に進化し続けるのは、まあいろんなことがありますけど、例えば 5G の普及などによって視聴体験だったり、最初の方に説明したバーチャル埋め込み動画の広告だったり、そういったものはどん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 発展して、ユーザーのその便利さだったり体験の向上っていうのは行われているのいくのだろうなと思っております。何かありますか？そうですね、そう思いますいや本当にちょっとみんなが浸透してきてちょっと飽きてきたなってなったら、また新しいの出たりするのかなって思ってます。はい、で僕たちも、まだ動画サービスに携わっているので、今後その動画サービスがどのような動きをしていくのか自分たちでもすごく楽しみにしているので、まあ、今後もサイバーエージェントの、いろんなサービス楽しみにしていただけるととても嬉しいです。はい、本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。面白かったですね。面白かったです。特にテンセントの動画内自動広告、うん、あれはもう実現化されてるんですか？そこまではすみません置いてなかったんですけど、はい、つい先月ぐらいにそのテンセントがこのようなその技術のある会社と提携しましたっていうニュースを見たので、今後実用化されていくのではないかと。より自然な本当に広告になりそうですよね。なるほどね。まあ今でもねテレビとか映画とかだと中にこういろいろ入ってきてますけど、それがこうそうですね、はい、プロダクトプレイスメントって言われているのはその広告がもうバーチャルというかデジタル上で動的に行われるようになるというような未来が、うん、そのニュースではありました。なるほど。またにフェイスブックで動画出てきてて見てると、はい、CM がこう入るとねイラってしますもんね。まあ、そんな内容でですね。そして松本さんと一緒に喋っていただきました、内田さんがたまにこう I think っていうコーナーがね面白かったですけども、ね、はい。ちょっと聞いてみたいんですけど、右利きで右手で操作をする方と左手で操作する方いらっしゃると思うんですけど、右手で操作する方はどのくらいいらっしゃいますか？あ、そうなの？わかりました。僕左手なんですけど、はい。
ったので、ちょっと今あの聞きたかったのが、うん、右手だから右だよって言われて、え、俺左だけどと思ったんですけど、わかりました。ちょっと前までね、ガラケーの時代はですね、世代で分かれてまして、上の世代は左手でね、左手で、下の世代は右手だったんですよね、ガラケーの時代。で、なんで、なんで、だってさ、うん、右手じゃない、左手じゃないとさ、ペン持てないじゃんって、僕は思ったんだけど、あでも若い下の層に言わせると、いやここで打つからいいじゃないですかって言って、あそうなのかと思ったけど、もう変わってました。ちなみに僕左利きなんですけど、はい、スマートフォン右で触ります。あ、じゃあ仲良しね。なんでかっていうと、本当にあの UI がやっぱり右に寄ってるので、はい、なんか自然と右手で使ってたんですよ。そういうことか、はい、まあ、僕はですけど。あ、わかりました。で、最後にそのいろんな UI が似通ってくるんじゃないかなっていう、ね、ことを言ってましたけれどもね、はい、Hulu ひどくないですか？どういう？あまり言えないですけど。あ、そうですよね。僕は言えるんで言いますと、はい、お願いします。普通はね、あの進む停止ボタンの左右にちょっと進む、ちょっと戻るボタンがね、あって、場合によってはちょっと進む、もっと進むボタンがあるんですけど、 Hulu はそのちょっと進むボタンを押すと次のエピソードに行っちゃうんですよ。あ、それ良くないですね。意味わかんなくないんです。それ良くないですね。でちょっと戻そうかなと思うと、そのですね、もっとひどいので、はい、ちょっと戻そうかなって思うと、今のエピソードの頭でなくて前のエピソードの頭に行っちゃうのね。めっちゃ何なんだろうと思って、な、そのうちなのかなと思ったら全然治んないんですよね。あれはそもそも前のエピソードと次のエピソードに飛ぶための機能ですね、フルは。そうなんだけどさ、他の、その他大勢はそのボタンがちょっと進むボタンだから押しちゃうじゃないですかっていうことを言いたかった、ね、ちょっとフルの関係者の方いるかもしれない。ちょっと、はい、わかりました。あとね、Apple TV がひどいのよ。ひどい話になってきちゃいました、はい。Apple TV はね、今ね、契約すると1年間無料で使えるんですよ。おー、なるほど。で、今いっぱいいいドラマが入ってるって言うんですけど、いいですか、僕この話してて。はい。で、今 Hulu でも Netflix でも適当に止めて違うデバイスで見始めると同じところから再生されるじゃないですか。はいはいはい。 Apple TV だけ頭戻っちゃうの。バカだなって言ってね。思うんですけど、まあそれがですね、はい、ということで、いろいろね、面白い話出てきましたけれども、で、サイバーさんではね、はい、今、スケッチとアブストラクトとプロトパイを使っているということで、まあ、実際にこれ見せていただいて楽しかったんですけど、そうですね。そうか、やっぱり動画を使えるっていうのは結構大事ですもんね。そうですね。で、プロトタイピングっていうと、はい、実際にそのコード上で実装してしまって、うん、ネイティブのアプリケーションでプロトタイピングするっていうチームももちろんあると思うんですけど、はい、うちはそのデザイン、いわゆるプロトタイみたいなデザインモックツールでやった方がちょっとスピード感出るので、そういう形でやってます。なるほど。ちなみにプロトタイは結構その 0. 何秒でって言ってらっしゃいましたけど、その操作感にやっぱりこうキビキビ対応するモックを作れるんですか？もうかなり細かいパラメーターがいじれるので、もう 0.01 秒単位で、はい、イージングのデュレーションだったり、はい、ディレイだったり、イージングカーブだったり、はい、いろんなアクションのトリガーがあって、もう本当にいろんなことができます。あ、これちょっと面白そうですね。はい、ということで、ぜひもうちょっと聞きたいなっていう方が、ね、いらっしゃったら、ぜひサイバーさんとね、松本さんとね、内田さんの方に、聞いてみるといいと思います。はい、ということで、素晴らしいセッションありがとうございました。